はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、キャッシュがついに Apple Pay に対応し、クイックペイで還元の対象に、トヨタオレットが Android に対応して1000円。ただ、メルペイがセブン銀行 ATM からのチャージで、先着500円分ゲットということで、今回はですね、Visa プリペイドカードでお馴染みのキャッシュ、他にもトヨタオレットですとか、メルペイのちょっとしたお得な情報がありましたので、そちらも含めてサクッとお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう ということで、まずはメルペイの話題から行ってみたいと思うんですが、それが今出てるこちらなんですが、先着5万人限定、セブン銀行 ATM で、初めてメルペイにチャージをすると、500ポイントプレゼントというようなキャンペーンとなっております。こちらですね、メルペイの公式のブログですね、そこで発表がされていまして、ま、この今出てるように、とりあえずチャージをしたら500ポイントがもらえるというようなキャンペーンとなっております。キャンペーンの期間に関しましては、2020年の4月の6日、月曜日からすでに始まっておりまして、 年の4月の月日日木曜ままでとなっております細かいところなんですが今回このキャンペーンの対象となる方はですねセブン銀行 ATM で初めてチャージされる方が限定となりますまあ以前ですねセブン銀行 ATM で1万円以上チャージをすることで先着で当たるようなキャンペーンとかもあってたんですけどもその時にチャージした方は対象外でもうそれすらもまだやってなくてとりあえずまだチャージをしたことない方は今回のキャンペーン参加することができますでキャンペーンに参加するためにはあと一度にですね5000円 以上ののチャージとというのが対象となりますなので、まあ、このキャンペーン間に合えば、まずこの5000円ぴったりチャージすれば、まあ10%還元というようなニュアンスで捉えていいかなと思いますね。そしてエントリーは不要ですので、そのままもうチャージだけすれば OK です。もし、このキャンペーン先着に間に合えば、2020年の5月の中旬に付与がされるということですので、まあちょうどまあ忘れたぐらい、まあ来月の半ばぐらいに入ってくるということですね。そしてこのキャンペーンの終了自体は、ホームページにて、まあメルペのホームページもしくは セブン銀行 ATM のホームページにて確認ができますので、まあ、もしかすると気がつけば終わってる可能性もあるので、まあ、なるべく早くもしキャンペーンに参加される方はもう3あの早めにチャージするのが一番いいのかなと思います以上がメルペイのキャンペーンについてでしたそれでは次ですねじゃーんということで次はトヨタウォレットについてお伝えをしていこうと思いますこのトヨタウォレットなんですけども以前、まあ、ちょっと前にですね僕も動画にさせていただきましたそのトヨタウォレットなんですが、まあ、一応スマホ決済として今のところ iPhone のみが対応してたんです 今回からですねなんと Android も対応することとなりましたでこのトヨタウォレットなんですけども、まあ、ちょっとした特徴なんですが、まあ、実際にまあ1つのスマホ決済として使えるんですが設定したら ID 決済で使うこともできたりとかあとはマスターカードの機能を備わっているので、まあ、コンタクトレス決済マスターカードが使えるコンタクトレス決済も使うことができるとあとは銀行ペイとかにも対応してたりあとはトヨタの販売店でも使うことができるというのが特徴的ですで今回ですねその 対応することによってのまあキャンペーンなのかなと思ったんですけども今回トヨタオレット残高1000円分プレゼントキャンペーンというのが開催されていますこれ以前僕が初めてトヨタオレット参加した時は500円分の残高プレゼントキャンペーンだったんですけども今回その倍の1000円分プレゼントということになっておりますこれいいですね この1000円分がもらえるための条件なんですが、それが今出てるこの2つですね。チャージ方法の設定というのと、クレカチャージ、500円分のチャージということになりますが、このチャージ方法の設定というのは、指定された銀行口座を設定することで、1000円分がもらえるということ。そして、クレジットカード、500円分チャージをしたら、1000円分がもらえる。このどちらかを設定したら1000円分がもらえるので、結構条件としたら簡単かなと思います。そして、もしチャージして、そのままもちろんマスターカード、ID 決済を使えるところで決済してもいいんですけど、 今僕の場合は以前チャージした時に今出てるのはモバイル Suica にチャージをしましたで今ですと auPAY にもまあチャージをすることができます、まあ、auPAY 今ちょっとキャンペーンが出てないので auPAY をよく使われる方はしてもいいんですがそうじゃない方はモバイル Suica とかでもいいのかなと思いますちなみにモバイル Suica は僕 iPhone なので iPhone でしか試したことないのでまあ、ちょっと Android ができるかどうかっていうのはわかんないんですけども、まあ、もし試される方はこういった方法もありますよということですね以上がトヨタウレットのキャンペーンについてでしたそれでは最後 こちらですね。 じゃんということで、ビザプリペイドカードキャッシュですね。まあ、今お題の通り出てた通りなんですけども、このキャッシュなんですが、このクイックペイ決済ができるのは Google ペイのみこれまで対応してました。まあ、少し前の動画でもお伝えしたんですけども、それがなんと今回ですね、Apple ペイにも対応するようになりました。これめちゃくちゃ嬉しいですね。僕もずっと iPhone ユーザーなので、まあ、いつか対応するかなと思ってたんですけども、こんなに早く対応すると思ってなかったので、これめちゃくちゃ嬉しいですね。ちなみに公式のページにここに とクイックペイプラスのマークが追加されてたのであまあ、何気にどちらとも対応したので公式ページも追加されてるような感じでしたねで早速この公式ページの方にも出てたようにキャッシュでアプルペを始めようということでこの対応したことによっての、まあ、ちょっとした詳細の情報も出ておりました今回この設定できるカードなんですけどもキャッシュカードキャッシュカードライトキャッシュカードバーチャルということなんですがこの一番上のキャッシュカードに関しては新しく発行されるキャッシュのカードですねそのキャッシュカードライトに関しては従来の 水色のカード。そして、まあ、バーチャルカードはいつも通りのネット上で使えるバーチャルカードのことですね。そして、ポイントの還元率なんですが、今出てる通りとなっております。今度発行されるキャッシュの新しいカードに関しましては、1.0%還元。そして、キャッシュカードライトですね。水色のカードに関しては、以前の Google Pay の時にもお伝えしたように、 4月いっぱいに関しては1%還元なんですけども、2020年の5月の1日より0.5%還元となっております。そして、キャッシュカードバーチャルに関しましては0.5%還元となりますので、ここ間違いないようにお願いします。 早速ですね。まあ僕もキャッシュが Apple Pay に対応したということでしたので、今から設定方法を簡単にだけお伝えをしていこうと思います。で、まず Apple Pay にキャッシュを設定されたいという方がいらっしゃいましたら、まず App Store でまずアプリのアップデートを行ってください。普通に開いても特に設定する画面というのが出てきませんので、必ずまずアップデートを行ってください。 でですね、うまくアップデートができましたら、ここの真ん中に Apple Pay を設定というところが出てますので、早速ここをタップしてください。で、ここタップしたら、キャッシュの支払いを Apple Pay でというような画面が出てきますので、一番下の設定を始めろタップします。そうすると、電話番号認証の画面出てくるので、ここで電話番号認証届いた番号をそのままロケタの認証番号をここに入力してください。 であとは、まあ、カードの追加という画面が出てくるので、ここでもう自動的にもう入力がされているので、もうここ入力されているので、右上の次をタップしたら、この追加の画面に切り替わります。うまく設定が進むと、今出てるようなクイックペイの画面が出てくるので、右上の完了をタップしてください。そしたら、ご覧のようにあ、ウォレットでメインカードに設定しますかというところでメインカードとして設定するか、今しないのどちらかを選択します。そして、うまく設定ができますと、Apple Pay のウォレットの画面に、このようにキャッシュが追加されているというような感じとなっております。 あとはこういった風にお店の方に行った時に支払い時に言う合言葉はもうこちらですね。 じゃんグッベイで伝えてください。そしたら店員さんもわかると思いますので、発音をよくグッベイでお願いします。はいはい、一応それに関連するまあ情報なんですけども、まあ、実際に使う時のタイミングとして、今このキャンペーンが開催されているのでいいかなと思いまして、今ローソンで Apple Pay で決済をしたら D ポイント7倍のキャンペーンがあります。なのでキャッシュにクレジットカードを設定されている状態であれば、クレジットカードの1%、例、まあ、として1%として、そしてキャッシュの1%。であとは Apple Pay での決済で D ポイント7倍もらうことができます。 もし iPhone ユーザーの方でローソンをよく利用される方であれば ApplePay で決済をするとちょっとお得にお買い物ができるのかなと思います一応このキャンペーンに関してはリンク下の概要欄に貼っておきます まあ、そんなこんなで今回は、メルペイ、トヨタウォレット、キャッシュの順番でお伝えをさせていただきました。まあ、メルペイに関しては先着なので、いつ終わるかっていうのがわかんないので、まあ、できれば早く参加されることをお勧めします。まだね、ちょっとメルペイが今後どんなキャンペーンするかっていうのはわかんないんですけども、メルペイちょっとよく使うなっていう方は、こういった時にチャージするのもいいのかなと思います。あとはトヨタウォレットに関しても、特に今回期限設けられてないので、まあ、なるべく早くまあ参加するのも一つの手かなと思います。もう僕 僕はです、ね、既にもう参加しちゃってるので。 初回特典受けることできないんですけれどもまだ1000円もらってないという方はまあこのタイミングでもらうのもいいと思いますであとはもう先ほどのビザプリペイドのキャッシュですねまだちょっと新しいカード届いてないので従来のカードで設定してるんですが、まあ、今月以内にまあ多,分多分届くのかなと僕は思っているので、まあ、新しいカードが届き次第ですね、まあ、タッチ決済についてであったりとかまたこういったクイックペイの設定であったりとかまた改めて多分動画にするとは思います今回紹介した3つに関しては下の概要欄にリンク貼っておきますので詳細気になる方はぜひチェックして てみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 今朝ですね、ちょっとローソンから、公式からちょっと発表がありまして、ちょっとポイントのことについての発表がありました。ちょっと知ってる方多いとは思うんですけども、ここ赤枠のとこを見ていただきたいんですが、2020年7月7日火曜日以降のポンタポイント D ポイントのお買い上げポイント還元率についてなんですが、0時から15時59分までは200円全抜きごとに1ポイント。 そして16時から23時59分までの間にお買い物したら200円過去税抜きごとに2ポイントということになりました。なのでですね、まあちょっとこれまでは結構普通にポイント還元率は1%だったんですけども、もし0時から15時59分までの間であれば0.5%還元であったりとか、まあ、結構先、まあ7月なので少し先にはなるんですが、ちょっとこれはこれで少し寂しさはありますね。まあこれの還元率が変わった ところで、まあ、僕はなんちゃかんちゃポイントは貯めるとは思うんですけどもまたこの還元率が下がったところでまたお得ゲームをですねどう攻略していくか皆さんとまた楽しんでいこうかなと思っておりますということでありがとうございました